皆様、こんにちは。ミッドナイト坊主のデブキャンです。今日からポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX を不定期にやっていきたいと思います。楽しみですね。よし。不思議のダンジョンは幼稚園以来かな。赤のダンジョンやってたんですけど、その時は火の嵐でした。煙幕が強いんですよね。来た！プレイ、日本語。はい。自動なんだ。救助隊でセーブするのもないのかな。おお、懐かしい。きっとペリッパーだ。飛ぶんだよな、これ。おお。ちょっと全部見ますね。いやー、すごい。いいね、立体的。やっぱゲームボーイの時とは違うな。うわ、音楽一緒だ。すげえ。お、ここも一緒。懐かしい。ようこそ。ここはポケモンたちの世界へ通じる入り口だ。でもここを通る前に君にいくつか質問があるんだ。やったな、これ。素直な気持ちで答えてくれ。これでポケモン決まるんだよな。用意は OK かな？はい、OK です。では、質問スタート。よし。懐かしい。いたずらは好きですか？ああ、いたずら大好きですね。よく笑う方で、常に笑ってます。もうこんな、ゲラですよね、ゲラ。夏休みどこに行きたい？海、ああ、うわあ、厳しい。これはどっちも行きたい。ただ今回は夏なんでね、海に行かしてもらいます。夜寝るとき部屋の明かりは消しますよ。だからつけたままでも寝れないからね。ドアの向こうからキャーという悲鳴が。あなたは、急いでドアから一緒に悲鳴を上げる。一緒に悲鳴を上げるは意味わかんないでしょ。急いでドア開けましょう。助けに行きましょう。よく遅刻をしますか？遅刻はしません。大学も無遅刻無欠席でやってるんでね。宝くじが当たった。万歳。当たったお金は、これね、誰かにあげるわけないでしょ。貯金に決まってるじゃないですか。感謝したいとき素直にありがとうと言いますか？これは言えます。君は男の子、女の子。私は男の子です。さあ、なんだ、何になるんだ。君はどうやら穏やかな性格だね。友達の相談に乗ってあげられるし、争い事も好まない。優しくて温かい心の持ち主。いいね、いい評価じゃない。そんな君にはいろいろな友達が慕ってくるはずだ。でも、ちょっと騙されやすいところがあるかも。なるほど。あと少しうっかりなところも。あと少しおせっかいなところも。なるほど。そこだけ注意しましょうと。そんな穏やかな君は、さあ、なんだ？水ゴロ、いいね。大好き。方園長大好きなんで。いいね。そうですよ、もう水ゴロです。私は水ゴロです。そして最後に、君のパートナーを教えてくれない？あ、パートナー選べるんだ。なんか、昔俺の記憶だと、ピカチュウしか選べなかった記憶があるんだけど。うわぁ。万力、カラカラ、不思議だね、キモリ。あちゃも。いやぁ、あちゃもか、キモリか。でもここはね、好きなポケモン。ニャースが好きなんですよ、私。ニャースよろしいです。パートナーは男の子です。名前何にしようかな。でも、かっこよくしたよな、ニャース。ニャースにしよう。いいね、かわいい、笑ってる。すごい。
さあ始まっていくのか。どっからか声が聞こえる。誰だろう。おい、おい起きろ、起きろってば。おーにゃーす、いやにゃーす。ここはあんたここで倒れてたんだぜ。起きてくれてよかったよ。オイラはニャッスよろしくな。陽気だね結構。であんたはここら辺じゃ見かけない顔だよな。え、人間だって。でもあんたはどっからどう見ても水五郎だぜ。ほんとだ、確かに水ごろになっている。でもどうしてだろう、何も思い出せない。あんた変なやつだな。じゃあ名前は何て言うんだい。名前、そうだ、名前は水ごろ。名前も決めれんのか。でも俺がエメラルの時につけた名前にしよう。水棒、水暴走みたいで嫌だな。でもまあ水棒です、思い入れのある名前なんで。水棒、水棒ね。なんか面白い名前だな。ちょっと腹立つのは俺の愛情こもってる声なのに。お、バダフリ大変なのよ。うちのキャタピーちゃんが掘る穴に落っこっちゃったのよ。なんだって？急に地面が割れてその中にキャタピーちゃんが。穴から出ようにもまだ幼いから自分じゃ出られないのよ。助けに行ったらポケモンたちが突然襲ってくるし。え、襲ってくるだって？ポケモンたちが？みんな地割れに怒り我を忘れてるのよきっと。私の力じゃ襲ってくるポケモンたちにはかなわないし、このままじゃ、ああもうどうしようかしら。おろおろ、こうしちゃいられない。助けに行こうぜ。始まるんですね、救助が。おお、いやー懐かしい。変わんないな。あれ、ここってもしかして不思議のダンジョン？やっぱりそうだ、ここは不思議のダンジョンだよ。不思議のダンジョンは本当に不思議な場所で、来るたびに地形や落ちている道具が変わるんだ。先に進むには階段だ。まずは階段を探そう。あとバタフリーはここのポケモンたちが襲ってくるって言ってたよね。いざとなったら戦うしかない。水ボーブ頑張ろうぜ。いいね、ニャス。いやー変わんないな。こ、あ、暇なった。あ、ミスだ。おっとした、完全にニャスがやったな。水ボーは何もやってない。いけ、ケムッソ、まずい。え、あ、わざって勝手に出るんだ。なんかエラー、体当たりか水鉄砲は勝手にやってくれるんだな。よし、進むか。懐かしいな、でも。お、階段。下りか。降りてますね。ケムスト。自分が黄色、仲間が緑、道具が青、敵が赤、階段が白。もう先の方まで見えるんだ。ポケ。いいね、ポケも変わんない。何ポケとか、何これ。お盆の実？俺の実か。ああ、一緒だ。俺の実を食べると解説するんだな。リンゴとかもあったよな、確か。L を押せばオート移動？なんだそれ。何？え？勝手にやんの？ちょっとそれはちょっと面白くないよ。俺にやらしてよ。よし、よしよし。あの時とちょっとなんか、やっぱし、進歩してるな。勝手にやってくれるとか。暇だったっす。体当たり。強いな、水棒。暇だったっす。やばい、効果も強いな。よしよしよし。さあ、これはどっちに行こうか。なんだ？階段あった。ポケを拾って、まずい。よし、やった。あ、行こう。
いいね。ニャスも。お、着いたか？キャタピー、お母さんどこ？グスン。助けに来たよ。え？お母さんが待っているよ。さあ帰ろう。うん。クリア！水棒は小さな森での救助を見事に成功させた。すごい。この子も無事で。もうなんとお礼をしたらいいか。いや、いいってことよ。いいね。かっこいいね、ニャス。最近はなぜか地割れとか多くて危険だしね。でも怪我もなくてよかったよ、ほんと。せめてお名前を。オイラはニャース。あ、名乗るんだ。そしてこっちが水棒。かっこいい。あ、なんかゲームボーイもこんな感じだったな。なんか憧れの目でこっちを見つめている。あんなにキラキラされるとちょっと照れるな。でもこういうのも悪くないね。ヒーローになったみたいだし。これ主人公ってあんま喋るイメージないんだよな。困っているポケモンを助けてあげるのも気持ちいいかもね。ありがとう、ニャースさん、水棒さん。これはほんの少しですがお礼です。受け取ってください。プチ復活のため。プチってなんだ。モモンの実500、 OK、 ありがとうございました。では終わった。プチってなんだろう。さっきは手伝ってくれてありがとうな。あんたなかなか強いじゃないか。見直したぜ。それでどうすんだい、この後。なあ水棒、行くとこないならちょっと来いよ。何やんだ。ここなんだけど。おお、一緒だ。お供、なぜか嬉しい。自分は人間のはずなのにこの場所が気に入って喜んでいる。こんな心の中で思ってるのか。ポケモンの本能というか、尻尾振って喜ぶ感じというか、とにかくすごく嬉しい。これも水五郎だからこそ感じるものなのかな。お、水棒感動しているな。やっぱりここ水棒なら住みやすいだろうなって思ってたし、絶対気に入ると思ってたんだよ。ポスト、これはお助けポスト。ポケモンたちの手紙がここに集まるんだ。キャタピーが落ちた地割れもそうだけどさ、ここのところいろいろな変動がなぜか急に起きてるんだよ。そして多くのポケモンたちがこの自然変動に苦しんでいるんだ。オイラ、そんなポケモンたちを助けたい。ポケモンたちが安心して暮らせる世の中にしたいんだよ。いいね、いいやつだね。そこでさっきキャタピーを助けた腕を見込んでだ。オイラと一緒に救助隊やらないか。水ボートだったら世界一の救助隊ができると思うんだよ。どうかな。まあ、断らないよな、こんなの。やるに決まってんだよ。このゲームの醍醐味だからね。今日から水ボートオイラは救助隊の仲間だ。よろしくな。チームの名前は、まだ決めてなかったな。TP マスターってなんだよ。水ボーのチームだから、まあ、水ボウソウにするか。なんか嫌だけどな。水暴走、水暴走ね。水暴走じゃなくて水暴走。暴走するぐらい強いってこと。水暴走、水が暴走するよっていうかっこいい名前ですから。水暴走、うん、いい名前だな。しっくりくるぜ。本当に一発で意味理解できたか。救助隊を始めるその日にはこれをつけようって決めてたんだ。ちょうど二つあるから一緒につけてみようぜ。スカーフ、おー、いいね。救助隊水暴走、明日から始動だ。頑張ろうぜ。おー、かわいい。こうして水暴とニャースの救助隊生活が始まったのです。お、貯めるね。なるほど、始まったか。あ、次の日の朝。おー、懐かしい音。やっぱり自分の姿、やっぱり水五郎のまんまだ。しかしなんでポケモンになっちゃったんだろう。うん、わからない。そういえばあのポケモンニャースって言ってたっけ。確か一緒に救助隊やるって約束したんだよね。ニャースはどうしてるんだろう。ちょっと外に出てみようかな。ちょっと探検しますか。いやー、なんか日の嵐の時とやっぱり違うな。なんか
本意だな、水ポケモンだし。外出たらなんか始まるのかな。お、外で寝てる。なんで？大丈夫？おお、あ、しまった。ごめん。オイラもワクワクして明け方からここで待ってたんだけど、大丈夫かそんなの。そしたらつい寝ちゃったよ。とにかく今日から救助隊開始だ。頑張ろうな。どうした？困ってる。と言ってもまだ仕事ないんだよな。なあ、そりゃそうだよね。仕方、一日目でね、そんなに仕事が来る、いい仕事なんてありませんから。お、そうだ。もしかしたらポストの中に、なんか入ってるよ、ポスト。ポストには救助隊スターターセットが入っていた。やっぱりあった。救助隊スターターセット。救助隊を作ったら必ずもらえるんだ。ニャースは救助隊スターターセットを開けてみた。中には救助隊バッジが入っていた。道具箱。ポケモンニュース。ポケモンニュースってなんだ？まず救助隊バッジ。これなんかゲームボーイの時もあったな。道具箱はね、あったあった。ガルーラのところにも預けれるんだよね。最後にポケモンニュース。救助に役立つ情報が書いてある。へー。ポストのところに入れておくから、後で読んでみるといい。あと、他にも手紙とかはないのかな。まあ仕方ないね。一日目からそんなにね、いい仕事はないよ。救助隊の依頼があればポストに手紙が来るはずなんだけど、チームを作ったばっかりだから、まだ誰も知らないんだよな。ははは。まあそりゃそうだよね。普通は、明るくていいよね、アースは。お、ペリッパじゃない？これ。なんだ？ほら見ろ！ペリッパだ。行くのか？一緒だ！ゲームポイント来て一緒。スコン！もしかしてこれは、水棒、ちょっとポストを調べてみて。お、なんかポストからびっくりマークが出ていますね。調べましょうか。もしかして救助の依頼かも。なあ、読んでみてよ。水棒は手紙を読んでみた。ビビビ。君たちの言葉、キャタピーちゃんから聞いた。頼む、助けてくれ。コイルがピンチなのだ。洞窟に不思議な電磁波が流れた拍子に。コイルとコイルがくっついてしまったのだ。レアコイルとして生きていくには一匹足りないし、このままでは中途半端だ。レアコイルってそういう進化なの？コイルが3匹集まったら進化するってことなの？レベルじゃねえんだ。お願いだ、助けてくれ、ビビビ。コイルの仲間より。どうする？行くかい？行くに決まってるじゃんか。初仕事だよ。そう来なくっちゃ、頑張っていこうぜ。いいね。始まる。おお！電磁波の洞窟。なるほど。こっからスタートするわけか。お、コイル。お、来てくれたか、ビビビ。この洞窟に我々の仲間がいるのだ。仲間は B6 にいるはずだ。助けてくれ、ビビビ。さあ、始まるのか。まあね。今日はこの辺にしときますか。次回はじゃあ電磁波の洞窟でコイルを助けに行きましょうか。では、バイチューン。